やってるの？こうやってやってチャイアンドシナモンの妹のシナモンです。今日はお友達のフロートさんと野毛山動物園を訪れました。残念ながら姉のチャイは来れなくなってしまったので、今日はフロートさんと一緒に動物園を回りたいと思います。朝から雨がひどくて貸し切り状態です。まずは鳥のエリアを見てみたいと思います。白いトキがいますね。あ、こっちにはオレンジのトキ。フラミンゴみたい。楽しみにしていたのがレッサーパンダ。でもあいにくの雨でレッサーパンダは外に出ていません。いちごちゃん、外に出てきて。いちごちゃんは中にいるので、また後で戻ってくるね。次はチンパンジーのところに行ってみよう。チンパンジーが後ろを向いてこっちを見てくれません。57歳のピーコちゃんっていうチンパンジーがいるんだって。ピーコちゃんはこの子かな。顔がみんな一緒で分かりません。やっと元気なチンパンジーがこっちに来てくれました。雨なので日だまりカフェで雨宿りをします。本当はねランチも食べたいんだけれども、この後行きたいところがあるのでコーヒーだけ飲みます。雨も止んできたので次は爬虫類館に行ってみます。爬虫類館は屋内展示スペースです。世界で希少なカメもいて、カメってたくさん種類がいるんですね。とても可愛くて、カメの泳いでる姿に癒されました。次はタヌキ。横浜市内で保護されたひふみくんとうたちゃん、この夜タヌキに騙された夢を見ました。ごめんね。あの奥にいるのは何でしょう。ライオンです。ズーラシアで誕生して飼育員に育てられたそうです。名前はラージャ。とても珍しいインドライオンだそうです。キリンは中にいて出てこれなかったけど、人懐っこくて窓から覗いてました。次はシマウマ。雨が止んで出てきてくれました。シマ模様がとっても綺麗。シマシマを目の前でこんなにはっきり見たのは初めてかもしれないな。赤襟巻きキツネザル、鳴き声が鳥みたいだったんですよ。そして白黒のこのお猿さん、おじいさんみたい。アビジニアコロブス、難しい名前だね。
草を巻きざる。人間の顔みたい。このお猿さんが一番人間っぽいかな。ナイナイの岡村さんみたい。それぞれ微妙に顔がちょっと違って、しぐさを見てると可愛くてほっこりしました。飛べない鳥カグーはニューカレドニアの森林にしかいないんだって。日本ではカグーを展示しているのは野毛山動物園だけだそうです。次はペンギン。お天気が良くなったのでスイスイと泳いでいます。気持ちよさそうですね。暑くなってきて私たちも水の中に入りたい気分でした。そして秋田生まれの月のワグマ、オスの三平とメスの小町。三平は小町ちゃんに片思いだそうです。だから向こうを見てるのかな。小町ちゃんは全く興味がなさそうでした。フロートさんが葉っぱと間違えたのは大きなコンドルでした。肉食で怖そうです。レッサーパンダのところに戻ってみたら、レッサーパンダちゃんが遊んでました。なんか愛犬マノンに似てない？マノンちゃん、ごめんごめん、イチゴちゃんだったね。姉のチャイがレッサーパンダが大好きだから今日は来れなくて残念だったね。また来るね。野毛山動物園は1951年に開園。横浜市で最初にできた動物園。コンセプトは誰もが気軽に訪れ、憩い、癒される動物園だそうです。そしてこんなにたくさんの動物がいるのに無料ってとこがすごいですよね。ナポリタンの発祥地は横浜。こちらのセンターグリルさんはトマトケチャップを使ったナポリタンの発祥のお店です。たっぷりのケチャップと太くて柔らかめの麺、味も濃いめで、今まで食べてたナポリタンで一番美味しいです。ポテトサラダは薄味で、メインのケチャップのナポリタンを引き立てるとても上品な味でした。ちなみにホテルニューグランドはトマトソースでスパゲティを和える発祥地だそうです。庶民的な味、センターグリル、また来たいです。センターグリルさんから歩いてサモアール馬車道店の紅茶専門店を訪れました。ロイヤルミルクティーが有名な人気のお店で15分くらい待ちました。私たちはやっぱり定番のアイスロイヤルミルクティーにしました。紅茶、ミルク、フレッシュクリームと綺麗な3層のアイスロイヤルミルクティー、量もたっぷりでした。最後までご視聴ありがとうございました。登録よろしくお願いします。